こんにちは。えー、文教委員会の委員長をやっております。馬場隆史です、えー。ちなみに、日本維新の会の党員でもあります。今日は、あのー、まあ、保育園、幼稚園、えー、認定保育園、えー、また学童等の方、園長さんたちとですね、意見交換会ということで、まあ、役場3階で会議を持たせてもらいました。まあ、いろんな要望ですね、えー、まあ、カーポートを、 駐車場のところにつけてほしいとか保育士不足で保育士の,その就職の合同説明会みたいなのを企画してくれないかとかあとはですね大雨時の連絡その他保育園も含めて災害時のレベル3に当たるのかどうかをですねもう早急にです、ね、なるべく早く出してくれないと。 あの、大雨が降っててもわかんないから、幼稚園の方に来る人もいるし、来ない人もいるしっていう中で、先生が来れないということも結構あったりして、早めに連絡をしてほしいということとかですね。福岡市なんかは、保育士不足に対応するために、今学校行ってた時の奨学金の負担を福祉で補ってたりとか、 まあ、アパートを借りるときの補助なんかも、市がやってるそうで、まあ、そういった面で、どうしても、まあ、都会の方に、そういうその、手厚いところの方に保育士さんが流れてしまうとかですね。木崎地区に公園がないのとか、まあ、いの方にある運動公園ですね。そちらの方に、まあ、遊具施設があれば、まあ、あの、園外活動として歩いていって、 そこで遊べるんですが、まあ、木崎多いあたりでは、そういうとこがないというところで、ちょっと大,大溝地区の方が、優遇されすぎじゃないかとかですね。まあ、そういった、まあ、ざっくばらんな意見がいろいろ出ました。で、聞くところによると、今までは、あの、今までこういったその、え、困会があった後に、フィードバックはどうし、どうしてたんですかって聞いたところ、今までは全くなかったと、その、 お運動公園にしてもトイレの要望はかなりずっと毎回やってて、トイレは着いたのは着いたけど、着きましたという連絡が特になかったりとかして、全く報告がなかったらしいので、ちょっと議員の方でちょっと話してですね、まあその担当を決めてですね、この件に関しては何議員が担当をして、それを必ずまあ委員会と、関係ある、 円の方に連絡を取るということで、まあ一応決めさせてもらいました。まあ一応会の時思いついて私も言っただけなので、それはまあ変更するかもしれませんし、ちょっと話が進まない時はまた委員長として他の方法をね、探しを探そうとは思っています。で、その他にもね、いっぱい要望なり課題はいっぱいあってて、そうですね、ちょっと議事録を今あの副委員長の方に取ってもらってたので、それをまとめて、 え、取り組まないといけないことをですね。さらに、ちょっと私も結構3時間ぐらいに及ぶ会議だったんで全て覚えてないので、そこから拾い上げて、また各議員に割り振っていくということを一回とりあえずやってみようかなというふうに思っているところです。以上です。久留米の一番街のストリートからでした。それではまた。